おはようございます。せいさん、また結構コメントが集まってきてるんで、いっぱい来てますね。また1個ずつやっていってくれるといいかなっていう、はい、質問ですってね、はい、偽社長にはほとんどのリスナーが騙されたと思いますが、どういうきっかけで登場になったのかってことなんですけども僕と小坂君がやってたね、小坂君のね、はい、あのラジオで、まあ、川岸さんっていうね、非常にあの芸達者な元トランペッターですよ。音楽家です。そうなんですか。その方が、まあ、うちで、まあ、専務だとか常務だとか言われてたんですけども、はい、まあ、うちの社長はね、浅井社長はほとんど出ないんですよ、メディアには。ましてラジオなんかには出てくれないわけですよそれでね、うちの五社さんっていう人が、はい、なんか出てきて、その五社さんが怒られるって役で、五社さんよりも上っていうとやっぱり社長だから、はい、川岸さんがダメだよ、おお五社もうお前は出さん2億年出さんで、それでリスナーがみんな社長だと思っちゃったわけですよ。なんか貫禄あるから、それで偽社長っていうことで、そういうことで登場になって社長になっちゃったんですよね。そして次、いいともレギュラーの話をもっと聞きたい。長いレギュラー歴で降板したい時はなかったのですかって。レギュラーになって僕はいつも男性をターゲットにしてやってたわけですよ。ジャイアント馬場さん、長嶋さん、はい、和島光一さん、はい、ブルース・リーとかね、はい、千葉真一さん、冠婚金も男多いしね、それから小崎のリスナーも男性が多くて、ファンの都度やると9割以上が男性だったわけですよ、はい、それでレギュラー、いいとこレギュラーになったら9割5分ぐらいが女性なんですよ。最初戸惑ってね、僕がなんかこう言おうとする、起承転結で起承で点ぐらい来ると、あの時ダウンタウンと一緒だったんですけども、ハマちゃんケツ言えないの、おおダメだ次からは起ケツって言ってね、工夫しました。あ、そうやって変えていくんですか。そうで、どうしてもね、なんかね 100% ね、馴染めなくて、笑っていいとも僕8年間モヤモヤしてました。でも頑張ってなんとかしようって、はい、そしたらね、8年経ったらね、娘が10歳ぐらいになったのかな、マリア、はい、10歳11歳になったの、はい、その時に客席見たら、あれこれ娘と娘の友達の数年後だと思ったの。なんだそうかってストーンって、そこからやりやすくなった。8年かかりました。最長記録です。だからもう、あ、自然体でいいんだって、何もなんか苦手意識持たなくていいんだ。降板したい時はなかったです。はい、全然なかったです。もちろん8年やった後はすごいやりやすかった。で、あとは26、7かな、笑っていいと思う、全然前だけど、はい、笑ってルンルンっていう、はい、テレビ東京でミノモンタさんが司会で、僕が セカンド、はい、で笑ってルンルンって振りまでつけたんですよやったー、俺もこれでスターになれるっつってね。そしたら当時のマネージャーが、いや、ラビットね、これもう終わるんだよってもう終わっちゃうの、あ、そうなんだって、2週で終わっちゃったんですよ。それで後でテレビ誌って読んでみたら、笑ってルンルンって半年やってんの僕だけなの、2週でクビになったのあの理由知りたいねなんで2週で俺クビになったのか。関根さんのミッキー安川のモノマネが見たい。これあれですよ、はい、高田純次さんが涙こぼして喜ぶんだいや、ね、ミッキー安川です。あのね、暴走族なんか大変だよ、ドイツなんかみんな捕まってぶん殴られちゃうんだよ、ふざけんなっつってね、日本は甘いんだよ。これミッキーアスカー、ミッキーアスカーです。それからマッハや浅井に匹敵する坂上二郎さんの伝説をお願いします。はい、坂上さんはね、テニスやってるから顔が日焼けしてるんですよ、はい、だからメイクしないんです、カクラキンでも、はい、だからメイク落とさなくていいわけでエンディングに下手からこう帰れるわけですよ、はい、下手にカバン置いてあるの、はい、それで、それじゃあまた来週バッグがバーッてやると、はい、お疲れお疲れって降りて、カバン持っても行っちゃう、へ、外行って車乗って帰っちゃう。
そのまま。そう。だ伝説によると、研ナオコさんがメイクをし終わった時にはうちについているんじゃないかっていう。社長より早いんじゃないかって。伝説。いなくなっちゃうんだから。いや、あのね、あれも早いよ。ネプチューンの名倉くんも。へえ。すっごい早い。僕がメイク終わって楽屋帰ろうとすると帰った。もうお疲れ様でしたっつって。へでもそれより早い。だって舞台に置いてあるんだもん、カバンを。あんな人いないよ普通。グレッグ・ノーマンの歩き方のモノマネが見たいです。これね、はい、皆さん間違ってます。グレッグ・ノーマン好きなのはさんまさんなんですよ。これはね、フィル・ミケルソン、はい、フィル・ミケルソンはね190センチ以上あってね、結構でっかいの。こうやって歩くんですよ。こういう感じです。フィル・ミケルソン。フィル・ミケルソンはね、サウスポーなんですよ。だけどどうしてサウスポーかっていうと、本当は右利きなんだけど、お父さんがゴルフ場行った時にお父さんを正面から見て真似してたんです。それで左に、それで左利きになってる。へえ。それで結局利き手がリードするから、はい、うまいんですよ。あ、岡本綾子さんも左利きなの。本当は左なんですよ。要するに昔はクラブが、左のクラブが少なかったから、で岡本さんはこれで始めたんですよ。だから世界の岡本、はい、世界のミケルソン。意外と逆っていいのかもしれない。あ、うん、さあ続いては、はい、コーヒー牛乳を一気に3本飲んだ時の話が来た。これね、僕コーヒー牛乳が大好きで何ですかこの。一気に飲みたいなと思って、はい、中学2年の時、はい、水分を控えて、はい、そしてお風呂に行って、うちにお風呂なかったから当時ね、はい、まあ普通ですその頃、はい、昭和のね30年代、いつも入らない深い熱い方のお湯に大人が入る、はい、ちょっと汗かいてで喉カラッカラにして、はい、それでお風呂屋さんを出たところにすぐのところに薬局屋さんがあって、はい、そこでコーヒー牛乳があるんですよ、はい、それでもう入って、すいませんコーヒー牛乳3本くださいっつって、はい、持って帰るの？いや、ここで飲みますって。大丈夫なの？で、コーヒー牛乳3本、はい、こうあれです。紙だからパンッと開けて、それで、あーっつって、冷えたやつを15分後、パーって下痢。大下痢。冷えちゃって。バカだよね、そういうことばっかりやってんのよ、はい、これに付随するとね、似たようなエピソードで、はい、うちの近所にねケーキ屋さんができたんですよ、はい、でこれがすっごいおいしいケーキ屋さんでね、はい、まあ、たまにみんなで買うとやっぱり、やっぱ高級品だから一人一個なんですよ、はいはい、で僕中学2年の時にお小遣いちょっと貯めて、はい、ショートケーキを3個買ってきたわけ、はい、それで自分の部屋にこもって内緒で買ってきて、はい、で3個食ったのよ、はい、気持ち悪くなっちゃったその時思ったね、ベストの大きさ作ってるなと思って、1個食べるともうちょっと食べたいなで終わるから続き見たいなみたいな、はいはい、3個食うとしばらく食いたくないそんなことばっかりやってますねそれであとあれですよね、あの100円食べ放題のアイスクリーム27個食ってあの大腸カタルになって7キロ痩せたっていう